どうもショータイムゴルフです。1万以内で中古で買ってどれだけスコアを出せるかっていう、テイラーの R510 とロイヤルコレクションと9900円バースリープさティ VR テロウのうちピンのパターン今日はですね、太平洋クラブみのりコースに来ました。タガイロと、はい、来ました。はい、1万円の企画で、はい、本当にクラブ5本6本、これです。これでやっていきたいと思います。計1万円頑張ります。はい、これでもまあ全然ゴルフできるんだよっていうところ、ということをね、証明したいと思います。証明してみせます。僕らが、僕はとりあえず80切れるように。でも僕はね、アンダー目指して、さすが、まあまあ最低でも70台目指して、そうですね、はい、今日は頑張りたいと思います。チャンピオンティーから、はい、やっていきたいと思います。頑張ります。あざす。はい、お願いします。1万円ラウンド、どういった？見えない。右？お願いします。お願いします。もう録音できてますよ、これ。ドライバーないんだよね。ショータさん、スリットで、おお、ナイス、うまい。フェアウェイちょっと左、ここら辺ですね。ナイスです。結構飛んだんじゃないですか、今の感じだと。飛んだ飛んだ。スリウッド、うん、さすが。3000円ぐらいのスリウッド。2000円だよ。2000円か。朝から遅れて何飲んでるんですか。意気込みを。意気込み、うん、今日の。いや、もう全然スコアが分かんないんで、とりあえず、うん、まあ、とりあえず80切りしたいっすよね。80切り。いや、でも結構きつい気がする。あのドライバーが使え、あのシャフトが柔らかいじゃないですか。だから触れないからそもそも飛ばないっていうのと、まあ、アイアン1本しかないんで。まあ、あ、でも2本か、3番があるから、まあ、それでもね、ゴルフできるよっていうところを ね、まあ、ね、証明してやりましょう。うん、怒れない人たちもね、ために他にだって、ショートさん以外プロこんなことするばかりいないでしょ。まあ、これからゴルフを始めようとしてる方にね、頑張りましょう。はい。さあ、ちょっと厳しいね、位置がね。スライスかけないとって感じ。クラブがない。180ヤード、189、3番で、7番。いや、7番で満振りするしかないでしょ。まあ、手前に落として、これ普通に多分7番振れば、うん、多分185ぐらいいくんですよ、うん、バンカーからで。まあでもこれがあるんで、そもそも3番打てないんですよ、この高さ的に。うん、グリーン近くまで行ってアプローチで寄せて、パー頑張って取るしかないですね。うん、はい、7番でね。本当は5番ぐらいで打ちたいけど、7番しかないんで、7番で上げて上り、そこの縁に当たらないように。あ、縁に当たってしまった。そして木の裏に行ってしまった。あ、もう終わった、もう終わった。これですね、177ヤード、6番で。はい、このスリープはめちゃくちゃでかいんで。カットっすか。カットで、あれじゃない、だいぶカットしてる。しかもラフからだから多分止まんないっすよね。うまっ、うまっ。どこ行きました？やべ、めっちゃ久しぶりにカメラやって全然追えなかった。いい感じ。高井くんの3打目120。ちょっとね、高さが出せないんですよね、枝で。ちょっと低く打たないといけないので、手前にバンカーがあるんでね、ちょっとね、その左から行きたいですよね、これは。うまい。あー、でもちょっと逃げちゃったな。いやー、バンカー、いや、バンカーだ。最悪。バウンスが16もあるんで、うん、簡単だよ、だからバンカーは。うまい。いや、止まんない。まあまあまあ、ナイス。怖くない。うん、
ここですね。軽いんだよね、ウエッジが。軽い。52度でちょっと。ちょい上げ？うん、開いて。はい。ちょい左。あ、ナイス。なんか今日グリーン仕上がってない。パー取れる圏内に。いや仕上がってるかわかんないです。9.3 とか書いてありました多分。お、なかなか2人とも一応パットは決めれる圏内に入ってます。上りスライス、はい、上りスライス結構切れると思う。結構切れます、わかんない。はい、2メートルぐらい、 2.5 メートルぐらいかな。ボギーパット全く切れない。オッケー。ダボ。こういうの決めとかないとスコアになんない。そうですね。1メートルちょい。曲がるかな。さっき俺の全然曲がんなかったんで多分曲がんないですよ。うまい。え？逆が？フックしたよね。フックしました今。うそ。どんまいどんまい。ボギー。はい。あれ？まあ、まっすぐっすね。まっすぐだね。はい。ボギー。ボギーダボ。いや、厳しいな。出だしはちょっとこう。厳しい。厳しい。いや、大変だこれ。大変だわ。長い一日になりそうっす。398ヤード。はい。狭い、ここ。狭いっすよね。右からドローっす。うまっ。いやギリギリだけどこの木のライン多分大丈夫です。大丈夫です。あれ俺あそこ何回も行ってるんで。上げてるしな。ナイスショー。うまっ。398ヤード上げてるけど。ナイス。マントビ。このスリーウッドめっちゃ左向いてるわ。フェンスっすか。あー、すんげー左行きそうで怖いんだけど。ちょうどいいっすか、うん、これは乗せときたい。木の後ろにピンがあります。ちょっとダフった。弱い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 。あぶねー。どこ行きました。手前。池ちょい超えたぐらい。本当に軽く振りすぎたわ。なんで軽く振ったんですか。いや軽いからさ。ああそういうことか。136。そうか、上げてんのか。上げてんの忘れてたわ。52 56。あでもフライヤーさせれば54で140ぐらい打たなきゃな。缶そこ、缶そこ。ああ、ナイスショー。うまっ。うわショート。ちょっと風にやられた。いやクラブがないんですよ。クラブがない。なるほど。今日缶偶然一緒同じコースに来てた。試合中らしいです。俺のグリーン向こうなんだね。初共演がこんな形になる。試合中です。最初のティーショット隣のホールに曲げてきました。あそこら辺の木に当たってました。ココーンっつってましたもん。共演したな。はい、カンさんがこんな隣のホールから木の上を狙って。いや何番で打ってるんですかね。すっげえ。すげえ。この上の木を越えてきました。うますぎる。何番で打ったんすかねあれ。あの木を越えるなんて。はい。ん、これは暗すぎ。あ、そんなことないか。手前のフェアウェイにクッション取って。はい。コロコロっすか。コロコロっすか。
はい、うまいうまい。あー止まれ、あ、追うの忘れてた、はい、もうなかなかうまい、ナイスです。カメラ下手ですいません。高野の3打目マウンドの手前に、そう、マウンドがあってちょっと下ったところにピンがあるんですよね。うわ、登りきんなかった、ちょっと前、うわ、マジか、決めたいな、決めたいね、これはちょい下り、はい、めっちゃフック。高色のこれは本当に決めたい、下りフック、ほら言ったじゃん、めっちゃ切れるよって。ボギー、ボギー、これはアンダー出したね、これは本当に入れた。アンダー出す気いるんですか、前出ろ、さすがだわ、80切ることで精一杯だ。翔太さんは4フィートぐらい、もうちょいか、このパーパット。うまい、ナイス、ありがとう、ナイスパーです。初パー、初パー、1万円初パー、525ヤード。ここは2オンしたいっすね。いや、いけるっしょ。いや、だって俺ドライバーでここ打って残り220とかする、自分のドライバーで打って いけるじゃん。じゃあ3ウッドか、3アイアン全然いけるよ。俺も3ウッド2回打っていきたいもん。あ、これ来た、飛んだ、行った、今マントビ、マイショー、もう3アイアンできた。いけるいける、ナイス、怪物だわ。まあ、ショートさん3ウッドでドライバー持ってないんで。あー、ちょっと左、大丈夫だ、全然大丈夫だ、ちょっと木にかぶる、ここら辺ですね、ギリギリあります、あるでしょ、じゃあナイスです。マジで左向いてるから本当に打ちづらい、これ超左行きそう。何の目からでしたっけそれ、ツアーステージ、ツアーステージ、うん、今は亡きツアーステージ。でも結構打球はいいっすよね、うん、球強い、まあ、球強いっすよね、強い、あんま吹いてなくないですか、うん、そうなんです、シャフトがいいんですかね、ヘッドですかね、ヘッドじゃないだろ、シャフトはちなみにツアー AD の 6S だから、 6S、 ああ、じゃあ柔らかいっすね、柔らかいんだよね、うん、左行く要素満載なんで、まあ軽く打って、まあでもアイアンは全然大丈夫ですよね、うん、アイアンだけだわ、頼れるのは。あ、俺7番でいけ、あ、いや無理だわ、だってまだ200ありますよ、200、210、210、7番ですか、ケプカだわ。じゃあ俺はこのスリクソンの3番と一応7番も持ってって、運も必要っすよねこれ、運とやっぱりコースマネジメント、あ、ね、このクラブの不便さをコースマネジメントと運でカバーしていくっていうのがこれの攻略法ですね。223、まあでもこの木が邪魔だな、ドローっすか、フックフック、え、じゃあこの木は初めの木は避ける感じですよね、完全に、まあ、グリーン右端狙うって感じですかね。4番アイアンって書いてあるけど多分3番アイアンぐらいの人でしょこれ。ああ、確かに確かにそうかもしれないです。まあでもこれ前足下がりだからちょっとドローは打ちづらい、フックは打ちづらい、めちゃくちゃ。1万円のクラブでバーディー取るとさ、うん、50万円のクラブフルセットでさ、バーディー取ると価値が違う、うん、まあ価値が全然違いますね、うん、確かにね、喜びが違いますね。いつも待ちますよね、ショートさんと回るとき、コテンバーショートさんと彩香さんと回ったんですけど、本当にこの2人が早すぎて、そう、整備に追いついちゃって、ショートさんが早いっていうのは知ってたけど、彩香さんがあんなに早いってこと知らなかった。いや、めっちゃ早かった。距離的には行くと思うんですけど、シャフトが柔らかいのと前足下がりなんで、フックがどこまでかけられるか。ああ、まあでもうまい、うわ
乗りました。グリーンちょい右。あ、グリーンの右端か。危ねー。ナイスオン。ありがとう。いや、ツオンはかっこいいですやっぱり。それでやばいやばい、かっこいいかっこいい。ありがとう。じゃあ俺もそれに続けるよ。俺のボールギリギリ乗ってるね。205ヤード。3番じゃでかいよね。3番で打つと木が邪魔なんだよね。カットしてから。もこいつのアイアンめっちゃ飛ぶからね、マジで。あ、やばい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 。俺のは2オン、左開けてました。なんで全然バーディーチャンスですね。うん、簡単なアプローチ、ここ取らないと。こんな感じで30ヤードぐらいの、もう転がしていけるんで簡単ですね、これは。短い、ちょっと短い。やばいね、ちょっとミスったね、これは。はい、ショートさんのイーグルパット、30フィートぐらい、もっとか。うまい、激うま。あ、オッケーです、それ。ナイスバーディー。ありがとう。さすが。何？イーブン？イーブン。やば。戻した。うま。いや、もう1万円のバーディーは価値が違う。全然違くない？入るでしょ。いや、もう入るけど。うん。このクラブだとちょっと。オッケーオッケーオッケー。ナイスパー。ありがとうございます。